歌わせていただきました。両方ともね、鴨川誠の曲となっております。さっきもちらっと言ったんですけど、みんな楽しそうにライブ見てくれてありがとう。さっきも言ったけど、二次元キャラとしても三次元アイドルとしても自分が異端児やという自覚はあります。けど鴨川誠がもっと成長したら絶対どこよりも面白いカテゴリーになります。だから今日鴨川誠を知った皆さん、ぜひ鴨川誠の応援をよろしくお願いします。おととしかな、次元を超えて活動を始めて、ひよこのような感じだったのですが、鴨川誠なんと毎月定期公演を行えるようになりました。みんなが来てくれてるみんなのおかげです。場所は京都の四条大宮スタジオ246というところで、一人でね、単独定期公演行っております。ぜひみんなも一緒に参加して鴨川誠を盛り上げていただけたら嬉しいなと思います。ちびっこめっちゃ大きい告知がありまして、11月29日鴨川誠ワンマンライブを行います。ありがとう。異端児鴨川誠ワンマンライブ成功させるために目標を、掲げました。200人の人に来てもらうという目標です。これはさっきも言ったけど、もっと鴨川誠人気になって、もっとたくさんの何千人という前でね、歌えるようになりたいなと思っています。その次のステップに進むために、11月29日何としても200人の人に来ていただきたいと思っております。場所は京都の伏見バズというライブハウスです。で、あんまりこんなにたくさんの人の前で歌える機会って実はあんまりなくて、いっぱいライブしてても今日は大チャンスだと思っております。今日どれだけの人が行こうってチケット買ってくれるかが、ワンマン成功の、そして鴨川誠成功の鍵になっていると思うので、ちょっとでも楽しかったなと思ってくれた人は、鴨川誠そこでチケットや CD 販売しておりますので、クレープ屋さんの前でやってますので、ぜひとも遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとう。今かかってる曲もね、作詞したんですよ。一番最初に買った未来の花と一緒に CD 販売しておりますので、ぜひゲットしてみてください。鴨川のことがどんなやつか分かると思います、詩を見たら。だから見てほしいなと思います。それじゃあね、最後に皆さん声を合わせて言ってほしいことがあるのですけど、うちが今から鴨川のこと次で最後の曲ですと言ったら、皆さん誠にいいと言ってくれますか？実は鴨川誠去年に引き続き2年目なんですよ、この京都岡崎レッドカーペット。だけどね、誠にがね、いまだにね、全員で言えたことがない気がする。だからみんな今日こそ言っていただけたらなと思います。いきますよ、鴨川誠次ね、最後の曲です。誠にー、はい、ありがとうございます。気持ちは伝わったよ、気持ちは伝わった。それじゃあまた最後の曲楽しんでいただけたらなと思います。